自分がこうやってるようなこう臨場感があるような漫画、そういうことができるのが漫画だと思ってるんで。名前が飛松亮介って言います。年齢が32歳にこの前なった漫画家です。漫画描き始めたのは大学入ってから。日本人は漫画、日本の文化として受け入れてると思いますし、海外にもコミックありますけども、日本独特の進化を受けてきた、もう完全に文化だと思います。2015年の、日本ラグビーワールドカップ、日本対南アフリカ、あれでこう日本全体がこう熱気が上がるというか、熱が上がるというか、すごい盛り上がったんですよね。でそれだけのパワーがあるスポーツなんだっていうのをその時僕は初めてだというか、無条件に体つきとかユニフォームだとかタックルしたいっていう、そういうプレースタイルとかものすごくかっこいいと思いましたし、人気なスポーツではあったんですけど、やっぱここで盛り上がるってことは日本人みんなラグビー好きなんだなっていうのを、その時感じまして、ラグビーやってみようかなっていうところではあります。自分がこうやってるようなこう臨場感があるような漫画、そういうことができるのが漫画だと思ってるんで、自分が入り込んで主役になって、同じ目線になって見ることができるっていう、コンテンツというか、そういう媒体だと思うので。